皆さん、こんにちは。ダンホンカフェ、カジーです。今日は、デグーの、キーちゃんね。一緒に生活して、1ヶ月ちょい、経ったんですけど、その中で、デグーの食べ物っていうか、基本的にはチモシーっていう牧草がメインなんですけど、そのチモシーで、やっぱいろんな種類とかあって、それをついつい買ってしまうっていうのかな。これ食べられるのかなとか、これ好きなのかな、こっちの方がいいのかなとかっていうんで、結構4種類ぐらい、購入して、やった中で、結構ね、チモシー違うんで、僕が買ったのを紹介したいと思います。一番最初に買ったのが、この、これマルカンさんだったかな、 ミニマルランド、そうですね、マルカンさんのですね、バニーグレードチムシープロってやつ、こちらの方一番最初に、購入しました。結構ね、香りとかもね、いいんだけど、ちょっと開けて出してみますね。汚れちゃうから出すと、よいしょ、こんな、結構ね、結構長いですね。これは一番刈りのシングルプレスですね。あまり詳しいことは知らわかんなかったんですけど、チモシって年に1年間のうちに3回育てて刈るっていうのが基本なのかな、なんかそんなことで、そのシーズンの中で一番目に育った、一番最初に買ったものを一番刈りで、その一番刈りを買った後に生えてきて育ったのを刈るのが2番で、その次が3番っていう、1番、2番、3番っていうのと、あとはシングルプレスとダブルプレスっていうのがよく書かれてて、シングルプレスっていうのは簡単に圧縮した袋詰めしたもので、ダブルプレスっていうのはシングルプレスよりか圧力をかけて、さらに圧縮かけたもの。なんで潰す分柔らかい、ダブルプレスの方がね、柔らかいっていうのと、あとは粉が出る。要はこれビチビチビチって潰すんで、要はこう砕けて細かい粉になっちゃうんですけど、それがダブルプレスの方が多いって言われてますね。キーちゃんは、最初一番プレス上げてたんですけど、なんかね、こういう残すのが多いなと思って、今は2番なんですけど、一番最初に買ったのはこのマルカンさんですね。で、次に試したのがインターネットでも、それなりに皆さん買われてるのかな、マペットさんっていうところの牧草市場、牧草市場です。これのスーパープレミアムチモシーの、これも一番刈りのシングルプレスですね。これを買いました。で、キーちゃんは、マルカンさんのよりかは、こっちのチモシーの方が食いつきがいいです。で、香りもね、こっちの方がより強い感じ。よいしょ。はい、こんな感じですね。ちょっとやっぱね、色が違う。これね、ちょっと一回後ろに、左右と、こっちがマルカンさんで、こっちが、マペットさん、牧草市場の一番、両方とも一番カリシングルプレスですね。はい、で次行きましょう。
で次にね購入したのが、こちらですね。これはエキストレベルさんっていうところのパスチャープレミアムセカンドチモシ、出るかな、北米産最上級2番カリチモシ。ここで初めて2番カリ、要は1番カリより2番カリの方が柔らかいのと、あと葉っぱが多いって聞いてたんで2番カリの方がいいんじゃないかっていうのがあって、ここで初めて2番カリ買ってみたんですね。でよっ、こんな感じですね。はい、で香りもね、マペットさんのよりかは僕のこの、こちらの方はもうちょっと強い感じが受けますね。ただなんかね、チェモシーってやっぱりこういうものなので、シーズンとかロットによってやっぱりね出来が違うらしいんでね、まあ僕が買ったロットはというところなんですけど、これが、なんだ、エクストレベルさんの2番カリで、この3つの中だとうちのキーちゃんはこのエキストレベルさんの方が一番食いつきがいいですね。なんかノリノリで食べます。そしてこの2番カリの食いつきを見て2番カリがいいんじゃないのって思って買ったのが、今度は、牧草市場さん、マペットさんですね、マペットさんの、牧草市場、これの、チモシーの、2番カリです。これを購入しました。ただこっちはね、スーパープレミアムチモシーじゃないんですよね。なのでちょっと気になっちゃってたんですけど、まあ違いはよくわからないかな。なんかまあグレード、チモシーのグレードがやっぱあるらしいんですけど、うん、こんな感じですね、はい、どうにやった方がいいの、こうに変えた方がいいのかな。では見ていきましょう。こちらが、マルカンさんの、なんだ、バニーグレートチモシープロってやつですね。で、こちらがエクストレベルさんの、2番カリです。で、こちらが、マペットさん、牧草市場さんの1番カリで、牧草市場さんの2番カリっていった感じで、こう見ると同じチモシーでもね、やっぱこの色とか全然違うんですよ、ほらね。でやっぱり悪くは、うちのキーちゃん的に食べないのが、一番食べないのがこちらですね。でやっぱちょっとね、これクッキーとかが多いっていうイメージがあって、これが意外と残しちゃうんですね、キーちゃんは。でこれが食いつきがいいエキスレベさんなんですけど、エキスレベさんだけね、色がね、緑が若干濃いんです。マペットさんのも、これマペットさん、エキスレベさん、ずらしましょう。こんな感じですね。マペットさんの2番カリとエキスレベさんの2番カリで違うんですよね。でマペットさんの1番カリはこっち、で1番と2番は、まあ、そんなマペットさんは変わんないかな。ただやっぱりシングルプレスの方がこういうのがしっかりしてるんで、硬すぎるのはやっぱ残しちゃうんですよね。まあ残してもいいんだけど、まあ逆に硬いのを食べると、なんかね、前歯のね、
抑制がとかよく伸び、うん、言われてますので、まあ柔らかいの上げすぎるのもどうなのかなと思いますけど、一応そんな感じでですね、まあキーちゃんのお気に入りナンバーワンエクスレベルで、ナンバーツーが牧場市場さんの形ですね。で、牧場市場さんのはね、正直ね、うん、どっちがどっちでもそれなりに食べてくれます。もうこれ、まあ、全然食べますよ、うん、全然食べてくれるんだけど、団地に食いつけがいいのがゲストレベルさんだったというだけの話なんで、はい、ただエクスレベルさんのって調子ってさりげなく高いんですよね。送料込みの 500g で1400円ぐらい取られちゃうのかな。送料がね700円ぐらい取られちゃうんで高いんですよね。だから一袋、まあ、バーって買ってってつっても1000円はしますんで、うん、結構高い。でマペットさんのは800円ぐらい、700円とか800円ぐらい買えるのかな。まあちょっともうちょっと6袋入りとかなるともっと安いかもしれないんですけど、そんな感じですね。チムシーの紹介でした。キーちゃんのお気に入りはこれ。